皆さんこんにちは。今日ご紹介をいたしますのは、今こちら動画流れてますけれども、新しいセンチュリーも非常に興味深いところではあるんですけれども、こちらのカープライド、これも新しい製品になりまして、 W の103プロ版、 Bluetooth がデュアル Bluetooth になったモデル、こちらのご紹介を本日はいたします。で、今回は今このような形で Android Auto を使ったレビューということでご紹介、またカープレイの方ももちろんつなげてご紹介していきたいと思いますので、こちらの 10.3 インチモデルは非常に人気の高いモデルとなっておりますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。またこちらの製品興味がございましたら、私の方でもご用意させていただいております。さらに Amazon で買うよりも安い購入方法というのがございますので、詳細にはすでに貼っておりますけれども、こちらの方も後ほどご紹介をしていこうと思います。で、まずこちらの方なんですけれども、なんと言いましても今 Android Auto を使っている状況です。で、Android Auto は今どのような形で使っているかということなんですけれども、こちらのスマートフォンで、今はこちら有線をつなげて、で、このカープライドの特徴でもある機能の一つとして、どの機種でも言えることなんですけれども、このように USB ポートがついているということになります。なので、スマホつなげたりとか、 Android、 それからカープレイを使う場合でしたら iPhone で、またこういった AI ボックス、こういったものもつなげて拡張機能を楽しむということもできるようになっております。で、今回は今までご紹介してこなかった Android Auto ご紹介をしていこうと思うんですけれども、こちらも非常に使いやすくなっておりまして、なんと言いましても、まあ、私の動画を見ていただいている方にはもうお話しさせていただこうと思うんですが、このファーマタオートっていうものをダウンロードすることによって、このような形で動画を見ることができます。ここの部分になります。こうしますと YouTube の動画が見れてしまう、そういったアプリになってるんですけれども、ここのところをタップしていただくと YouTube 動画が見れてしまうというものになっております。で、今流していたのがこのトヨタの新車発表ということで、センチュリーですね。で、これ自体はなんかジェネシスみたいなイメージもあるし、またカリナ、なんかそのイメージもすごくあったりする車だなと思うんですけど、まあ、それはさておきまして、このように YouTube 見ることができます。なので、 AI ボックスがなかったとしても Android の端末、スマホ等があれば、このように YouTube を見るということが普通にできてしまうということで、 Android Auto を使ってらっしゃる方に対しては非常に有益な機能、動画を見たいんだけどなっていう場合、 iPhone の場合ですと動画が見れないので、基本的にはなので、 Android Auto を使ってるかしらる方にとっては非常にこちらの方は便利な機能ということが一つ言えるんじゃないかと思います。で、もちろん地図もう一度全画面でこのような形で見ることもできるし、普段運転してる時に音声だけでいいよっていう方はこのような形で音声の表示もできます。で、またこちら押していただくと、このようにアプリの表示ができるということです。で、このフォーマタオートっていうのは携帯にダウンロードしておけばこのような形なんですけれども、こちらの方なんですが、ここ携帯の方にダウンロードしておけば Android Auto をつなげた時にここにすでにインストールされているということになります。で、またここのところなんですけれども、 APK Pure というアプリ、こちらからダウンロードする必要があります。プレイストアからは確かダウンロードできなかったので、
ご注意いただきたいと思うんですが、こちらを見ていただければ、こちらから検索していただければ、誰でも簡単にダウンロードができるかと思います。また、こちら、実は、ウェブブラウザーを開くことができまして、このように、Google 検索、要するにもうネットも使えてしまうということで、前回、この関連の動画の中で、YouTube しか見れないんだよっていうお話をさせていただいたんですけれども、このような形で、ネットをつなげて、ブログ等を見るということはもちろんできます。で、ここで、これスマートフォンから打っていくんですけれども、例えば、まあ、このような形で、ラブーンということで、こちらの方はドライブレコーダーの専門のブログとなっているんですけれども、まあ、私の方もこちらの尾身編集長と協業させていただいているんですが、まあ、このような形でドライブレコーダーのブログ、このような形で閲覧するということももちろん可能になっているということになりますので、ネットも見れちゃうということなんで、すごく便利です。で、また、当たり前なんですけれども、これ自体は、車速センサー、テレビキャンセラーと特に必要ないので、走行中でももちろん見ることができるということになります。で、また、じゃあ他の動画どうなのかなっていうところで、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、例えば、TVer とか見れるのかちょっと見てみましょう。で、ここからアプリをダウンロードしてやれば見れるはずだと。あ、そうですね。やはり、このブラウザーからですと、まあ、アプリが開けないということなので、やはりインターネットまではできるんだけれども、ここでちょっと開いてみましょう。あ、やっぱりできないですね。なので、やっぱブログとか、テキストデータとかでしたら、このように Google で開いてみることができるんですけど、やっぱ動画っていうことになっちゃうと、やっぱりこの YouTube しか見れないということにはなります。なので、YouTube 以外の動画を見たいという場合は、以前も何度もご紹介してるんですけれども、後ほどご紹介するんですけれども、やはり AI ボックスを導入する必要というのがあると、まあ、いうことになります。で、今これ有線で繋いでいる状況なので、今度はワイヤレスで繋いでみようと思います。で、その場合なんですけども、一度、この配線、外します。で、この状態で、はい。今これ完全に今ワイヤレスの状態になったんですけれども、ワイヤレスも非常に素早くつながるようになっております。で、もちろんワイヤレスの状態であっても、ここを押していただくと、で、これ今、実はですね、これ、ネットが見れないっていうのは何でかと言いますと、今、無線で繋いでしまったので、Wi-Fi が今、繋げられないと。で、この、スマートフォン自体は、私実は、カメラ用として、また、こういった、Android Auto をレビューしようということで、専用で、これ、スマホだけを買ったっていうことなので、SIM カード入れてないんで、今、ネットが使えてないということになります。なので、SIM カードともちろん入れていれば、ネットももちろん使えるようにはなります。まあ今、Android Auto のつながり具合がどうかということで、まあご紹介させていただいたんですけれども、全然ちゃんとつながるというのはお分かりいただけるんではないかと思います。はい。で、次なんですけども、携帯をチェンジしまして、今度はこちらの iPhone を使って CarPlay つなげてみたいと思います。で、その場合はどうするかというと、一度、ホーム画面に戻ります。で、ホーム画面に戻って、今、これ、Android と繋がっちゃってるんで、こちら、iPlay というボタンを押します。
で、そこからペアリングをしていきます。はい、このように今 Android からカープレイに切り替わったと思うんですけれども、カープレイもすぐにつながってくれる。今こちらは無線の状態になっていると、まあ、いうことになります。携帯つなげていません。なので、非常にこれも初めてこれを導入して使われる方もカープレイ、それから Android Auto を使うときに戸惑うということも全くないということだ、いうことがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。今ちょっとゲリラ豪雨で非常に雨が降っていて、この雨の音が少し耳に入って申し訳ないんですけれども、もう少々お時間をいただければと思います。で、このようにマップの方も全画面開けるようにもなりますし、それからまた、Hey Siri、駅に行きたいんだけど、このような形で案内もすぐにしてくれる、音声案内をしてくれるっていうのも、このカープレイのいいところですし、特にパネルを使わなくても操作が可能であると、まあ、いうことです。なので非常に最低限の装備ではあるんですけれども、非常に使いやすくなっていると、まあ、いうことになります。で、Amazon Music で音楽をすぐに聴くこともできる。で、後ほどご紹介するんですけれども、これデュアル Bluetooth ということなので、配線自体も必要がなくて、Bluetooth 接続ができてしまいます。こちらの方も後ほどご紹介をしていきたいと思います。はい、ここを押していただくと、またホーム画面に戻るという塩梅になります。で、もう一つこちらのいいところがありまして、カープレイの場合ですと、まあ、今見ていただいた通りで、ネット環境が一切ないと、まあ、いうことなわけです。で、そういった時に、ここにネットを表示したいという方がいらっしゃると思うんですけど、そういう場合はこの AirPlay っていうのを使います。で、これ自身は非常に簡単でして、ここの Bluetooth のところですね、ここに、ここ、つなげるとカープレイとつながるんですけど、ここのところにカープレイオンオフのスイッチがあります。で、これをオフにするとミラーリングがすぐにできるようになります。で、ここのところの、この部分ですね。画面ミラーリング。で、W113 AirPlay。ここをタップしていただくと、ミラーリングができるようになります。はい。このような形でミラーリングができるようになりまして、また、先ほどと同じような形で、YouTube の動画を見れるかどうかを再現したいと思うんですけれども、まあ、以前紹介しました、91ですね。901 Pro。こちらを流したいと思うんですけれども、このように見れます。で、かつ、ハイエンドなモデルと言ってもいいと思うんですけれども、今回は9インチのモデルの、4枚のものであったり、結構価格が様々です。カープライドという接続の仕方をご紹介しておきます。ミラーリングのメリットってどういうところにあるかと言いますと、わざわざ、はい、こんな形で、今、車のスピーカーから音声出力してるんですけれども、ミラーリングで、このような形で、この画面上でネットを見ることができて、かつ音声で、スピーカーで出力して聞くということができるので、音も非常にいいよということになります。なので、もうこのカープライドに関しては、もう今までのポータブルオーディオとはもう全く違うような、エイトートさんとかでも出ております、Android ナビ。もうそれと全く引きを取らないような性能を兼ね備えちゃってるというところがお分かりいただけたんではないかと思います。で、もちろんこれ今 YouTube 見てますけれども、当然ミラーリングになってますんで、他のチャンネル、他の画面も見えます。例えば TikTok でもいいんですけれども、こういった TikTok の画面自体を見たりするということももちろん可能と、まあ、いうことになります。まあ、TikTok はもう縦長になっちゃうので、このままの状態ですけれども、まあ、こういった TikTok を見たりすることももちろん可能ですし、
それから、こういったニコニコ動画。まあ、こういったものも、もちろん、見ることもできる、ということになります。はい、こんな感じですね。これ、過去の動画、ニコニコ動画でも上げてるんですけれども、こういった形で、ニコニコ動画を視聴するということも、もちろん、可能になっているということになります。で、この W13103 Pro の特に大きなポイントというのは何かと言いますと、この送信するというところの、今まで FM トランスミッターか付属している AUX のケーブルを使って有線で音声出力をするしかなかったんですけども、このプロになって Bluetooth 送信ができるようになったと。Bluetooth 飛ばしってやつですね。それができるようになったということになります。なので Bluetooth 自体がデュアルになっているということになっておりますので、このお車で使われているオーディオに Bluetooth で飛ばして、でそのオーディオから車のスピーカーに音声出力をするということができるということです。ここが非常に大きなポイントになっているということになります。またそれができるということで、さらにこのイコライザー機能というものがついておりまして、まあ、こちらの音に関してはそちらで詳しく紹介しておりますので見ていただければと思うんですけれども、このように音声自体も自分の好きなものに変えることができる。これ今の車ですと、まあ、ディスプレイオーディオの車、トヨタの車なんかそうなんですけど、こういうイコライザー機能っていうのがもうついていません。昔のオーディオはそういうのはついてましたけど、今もそういうのがついてないわけなんですけれども、このカープライドになってからはイコライザー機能というものがこういったポータブルオーディオになっても続いているということで、こういったところもすごく強みとなっているポイントなんではないかと思います。これはもうカープライド自体がオーディオに力を入れているもう証と言ってもいいんじゃないかと思うんですけれども、こういった音にこだわりたいという方にとっても受ける製品になっているということになります。最後になりますが、今度はこちら、この AI ボックスを使ってポータブルオーディオを使ってみたいと思います。AI ボックスの場合は有線で USB 接続をする必要があるのと、こういったものに、最近のこういったラムとかロムとかが大きいものになってくると、Y 字型の給電ケーブルというのが必要になってきます。こういった Y 字型の給電ケーブル。まあ、こちらは太い線のこちらの USB-A はこのカープライドにつなげるんですが、細い方の USB-A、これ2つあるんですけど、こちらは給電ポートにつなげるということになりますので、つなげていきたいと思います。でつなげるときもこのようにこの台座がこういった形で向いてくれるのですごく便利です。なのでこの取り外しなんかもすごくやりやすいですし、また SD カードとかももちろんこうついてたりするので、まあ、そういったものを接続するときなんかも使いやすいものになってます。こういったところもシンプルで非常に使いやすい、いいところかと思います。で、このような形でつなげて、今 AI ボックスのをつなげましたので、少々お待ちいただければと思うんですけれども、はい、こう自動で切り替わります。この感度の良さっていうのも、やはりこのカープライドの非常にいいところ。どんなものを使っても、このような形で適合して使えるというところですね。安定して使えるというところなんかも、カープライドのいいところかと思います。で、このように、この AI ボックスになると、何がいいかというと、まあ YouTube 自体はもちろんこう見ることができます。こういった形で YouTube の視聴というのは、まあもちろんできるわけなんですけれども、さらに、まあ、YouTube Music。先ほどのファーマータオートの時っていうのは、まあ、YouTube Music もちろん使えるんですけれども、動画を流すことができなかったと思います。ですけどこっちはちゃんと動画を流すということもできるようになります。あとはこういった TVer、先ほど見れなかった TVer なんですけども、まあもちろんこれ Android 上でアプリをダウンロードしているんで、このような形で TVer 自体も
ここで見るということもできます。このような形で TVer を見るということも可能であるということなので、まあ、やはり AI ボックスを使うことによって、より一層拡張性、動画を見るというだけでも、拡張性が広がると、まあ、いうことになりますんで、それだけの、導入するだけの価値というのはあります。で、またそれだけじゃなくて、最近ですとドライブレコーダーのアプリなんかも入れて、もうこの中で操作をしてしまう。まあ、キーヨとかバントゥルとか、ドライブレコーダーもご紹介してるんですけども、そういったものも管理ができる。で、例えばあとファイブですね。ドライブなんかも最近、このアンドロイドで使ってるんですけれども、まあこういったドライブなんかも管理ができるので、例えば今ここで何かファイル作成したものをここに入れておけば、家に帰った時にまたドライブ開いて、そのファイルを使って仕事ができるとか、まあそういったこともできるわけです。なので非常に使いやすくなってるし、いろんなものに適用することができるというのが、この AI ボックスの魅力の一つではないかと思います。で、もちろんこれは当然なんですけれども、先ほど、Android Auto、それから CarPlay 自体は、こちらの CarPride につなげてご紹介したんですけども、AI ボックス上でも CarPlay に、Android を CarPlay につなげるということができるようになります。はい、このような形で、一瞬のうちに、Android と繋がりましたけれども、まあ、こういった使い方もできると、まあ、いうことになります。まあ、この機能に関しては、この CarPride 単体にもついているわけなんですけれども、まあ、Android Auto を AI ボックスを使うことによって、もうこの中で、ネットも見たりするということもできるし、あとは、こちらの製品の宣伝に少しなってしまうんですけれども、今 Android Auto が開いていると。で、ここ一番大画面にしようと思うんですけど、ここを押していただくと、こちらが今 Android Auto なんですけれども、このような形で、こちらはこのような形で YouTube を視聴するという形で見ることも、この AI ボックスだったらできるということなので、より一層こう拡張疲労が広がるというのが、この AI ボックスの特徴にもなっております。で、それにこう対応しているこの CarPride、非常にこの組み合わせというものも優れているものとなっておりますので、やはりこういったカーガジェット、今もう当たり前となっているわけなん、特に新車とかですと当たり前になっているわけなんですけれども、もう新車と全く遜色のないレベルで使える、このカーガジェット、カープライド W130 Pro。これは非常におすすめできるガジェットになっているかと思います。で、最後に、冒頭でもご紹介した通りなんですけれども、こちらのカープライドの商品なんですが、Amazon で買うと少し値段が高いです。特にタイムセールとかやってるとかいいと思うんですけれども、このカープライドの公式の EC サイトで購入いただけますと、ディスカウント価格で購入することができますので、概要欄にリンク貼っております。また、クーポンコードを私のチャンネルで発行しておりますので、ぜひそちらの方を使っていただいて、カープライド、Amazon で買うと高いので、ぜひカープライドの EC サイトで検討されている方は、ぜひそちらの方もご確認していただければと思います。はい。ってことで今回はこちらのカープライド W130 Pro。こちらの方の今回は、カープレイ、Android Auto、それから AI Auto、まあ、それらの端末を使ってのレビューということで、今回はご紹介をさせていただきました。最後まで動画のご視聴いただきましてありがとうございました。